6月に函館競馬場で落馬し脱臼していた今村聖奈騎手、11日に調教を再開しレースに来週復帰することが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。今村聖奈騎手ついに復帰へ。右肩負傷で戦線離脱している今村聖奈騎手が来週21日からの中山で約3ヶ月ぶりの実戦復帰を予定していることが11日分かった。この日から立東で調教の騎乗を再開し4頭に騎乗。今村は違和感なく乗れました。痛みは全然ありません。レース復帰は来週の方向で話をしていますと明かした。6月26日に滞在していた函館で調教中に落馬し右肩脱臼で手術した。手術後は痛みで右腕を上げられないなど日常生活にも苦労したがリハビリに励んで徐々に回復。下半身の強化など自身の課題にも取り組んできた。たくさんの人にサポートしていただいて復帰できたので結果で恩返ししたいと意気込んでいた。2024年度競馬界最大の朗報きた。復活の聖奈、いよいよ戻ってくるのか。長島でも乗りくらないのにお前が乗る馬ないやろ。寺島、福永、飯田の先生たちが勝てる馬を用意するやろ。中山で乗る理由は？百歩譲って復帰は良いけどなぜ中山なんだよ。函館で乗った美穂所属馬じゃねえの。遠征ってことにすれば依頼が全然ないのをごまかせるから。まずは大江原に追いつくことが目標ですね。大久保ですら参加してるのにヤングジョッキーズシリーズ辞退したのか。働く気がもうないんだろ。見下してた佐々木が手の届かない存在になっちゃったな。まず自分の分頑張って。ついに主人公のお帰りか。女王の帰還。中央ではこれからずっと低調だろうけど地方では客寄せに女性騎手を呼びたいだろうし需要はある。 SNS で人気のアイドル馬ならわかるけど女性騎手で客呼ぶは厳しくないか。女性騎手が来たぐらいで客寄せになんかならんだろ。竹さんぐらいだろ。明確に集客力あると言えるのは。大丈夫か。中山の高速馬場で馬ぶっ壊しそうで怖いわ。やっぱ聖奈ないとつまらないよね。誰からも復帰望まれてないんやな。普通怪我明けは立東の関係者多いとこで復帰だろうに。さすがに今はちょっと叩く気になれないな。調子こいて SNS でオラ突き出したらまた叩けばいい。なんで中山で復帰するんだろう。大江原いるのに今村まで中山来るのか。西塚と小崎がよくやってるけどそれでもエージェントはお話に戻るんやろか。勝ったら大河に捧げる勝利とか言って美談みたいにしそう。普通ならメディアが過剰に美談にするのだが今回はしないだろう。メディアは角田に触れたくないみたいだし。復帰って言ってすぐ乗りくらがあるのがそもそも恵まれすぎなんだよ。普通なら乗りくら見つけるところから始めないといけないのに。依頼があるかわからないのに中山で21日に復帰の方向って言っていいのかなって思ったわ。騎乗予定馬があるから発表したんだろ。やっぱり今村は可愛いな。今の今村ならインコースでじっとしてて直線でキャーとか言ったら開けてくれそうな気もする。騎乗依頼あるの？中央開催じゃ馬券には全く関係ないからどうでもいいや。今年4勝だもんな。馬券圏内自体18回しかない上にほぼダートのみ。4回だけ芝で2着2回3着2回あるけどそのうちの3回が陽子鍛錬というお手馬。なお陽子鍛錬は今村が降りてから副勝率 100% という優秀な成績。今年の4勝はダートのみか。休養中にいくつかリターンあったしそこまで馬質落ちてるわけでもないのになんで勝てなくなったんやろな。別にどっちでもいいよ。君らいつまでこうやって粘着するつもりなんだ。もういい加減飽きたと思ってたのに。51勝矢印25勝矢印4勝年間6勝ペース。お原と寺島は仕事しろ。お原は今村のエージェントから外れたぞ。多分復帰するんやろうけど今年も福島はパスするんかな。この成績で復帰をすぐに乗り倉確保できるってことはお原に戻るのかな。お原に戻るだろうけど名義をいじりにすることもできるし。まあお原にしてみや今回ばかりはムーア対策で一時的にいじりに名義貸しの形ではなくガチでいじりに払い下げになるだろうな。脱臼の手術って復帰まで半年はかかるもんやと思ってたわ。早く戻ってこれたのすごいやん。 TM スパーダでスプリンターズステークス参戦か。まず一人分頑張れることから始めてください。おい JR8 馬主と厩舎スタッフ分かってんな。第3次競馬ブームを作る時だぞ。乗りくらバカみたいに減ってるのに何言ってんだ。乗せる馬主おるんか。未だに今村乗せる厩舎おる。またおもちゃとして当てがわれる馬が犠牲になるのか。出馬表見ただけで消せるから楽に1頭消えて助かるわ。デビューイヤーに51勝10勝勝利前途洋々だったのにどうして。今村は今週の立東で4頭の調教に騎乗した模様。どうやら完全復活したようだな。先週藤田、古川、川原だが乗り倉なしの日あったんだっけ。
なんだかんだそいつらより需要はあるんだな。2年目のスランプは一流アスリートにはよくある事象。ここからセイナちゃん巻き返すよ。もっとしっかりリハビリして秋の福島開催から出直すくらいの覚悟を見せてほしいんだよ。今年たったの4勝、ノリクラもずっと週で4、5等という悲惨さ。自分の立場わかってんのかな？吉富先生より多いから羨ましい。正直そんなに乗ってるのも不思議なレベル。今村は買わなくていいから投資額が減っていい。復帰後すぐ馬用意されるみたいだし、ものすごい恵まれてるやろ。こんなんで悲観されたら他の騎手なんて。休養してないのにセイナと勝利数大差ないし、乗り倉なしの日もある女性騎手もいるのにな。そいつらの方が悲惨だろ。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。